エリちゃんとリモートしたい。焼きそばー、焼きそば、焼きそば、ヒューヒュー。こんばんおいたん、こんばんひなたむ、おかえりー。こんばんおいたんも仕事挨拶だけもうすぐ、あーもういない、もう白様もういないよ、もういないですよ白様多分。全然髪がないわ、どうしましょう。白様、いやー、そう、すっかり抜けておったんですけど、明日からね10月の舞台の再予約というかチケット販売が始まるらしくて、どうしよう、どう見せよう。ありがとう白様、ありがとう。焼きそば定食うまいよね。いや、焼きそば定食だったらレバニラ定食食べる。何倍し、僕はもう眠い。嘘じゃん、ジムさん、ダメだ、まだまだまだ迎えに行けない。こんばんはるこたん、こんばんやすいにょん、ありがとう、おかえり。いいだろう、いいな、いいな、リモート。あれ着替えた？うん、何も着替えてないよ。明日も仕事、あーお仕事頑張ってね。そっか、みんな結構4連休だけど、あれだね。で、はい、どっこいしょ。10月ですね、まおいたんのチームは10月17スタートなんですけども、築地本願寺ブディストホールで行います。レイブ塾ピースオブクラン七世のシンフォニアという舞台に出演します。で、もともとね6月にやる予定だった舞台なんですけども、それがまあ延期しましてね、コロニアの関係で。で、その時のを振り替え、チケットを振り替えしていただいた方は、まあいいんですけども、まあいろいろね、払い戻ししたりとか、あとまあお席いろいろ整えて、チケットがまず再販できるので、明日の朝10時からですね、そう、朝10時からチケット販売をカンフェティで行うそうなので、後でまあツイートもしますが、10月16から25ですね、あおいたんは、A チーム B チームあって、あおいたんは B チームなんですよ出るので。まあ、学園ものっていうことで、女の子しかいない舞台で初めてなんですよ、ガールズ舞台で。なんか、とりあえず制服を着るというのしか決まってない、役も決まってないまだ、で、もうちょっとしたら稽古が始まるんですけど、そう、とりあえず、もし行けるよという方はぜひナンバー青い扱いで、予約していただけると嬉しいです、お願いします。ペカリンちゃん、焼きそば、あ、焼きそばパンはうまいけど、でも卵パンも好き。でも明日は会社からお弁当が支給され、何弁当？カツ丼？明日から予約だって、あわあわ、そうなの、そう、相手合わせってあわあわって感じ。そう、なんかね、本番で使う制服なんか知らんけどさ、とりあえずさ、なんかまあこんな、わかんないけど、わかんないけど、多分こういう制服なんじゃない？あんまわかんないけど。今の発表で目覚めた、嘘、おはよう。弥生県に来た。え、今お漬物食べて、ブリストホール、イエーイ。こら、ダメだ、怒られるて、寺に怒られるて。葵さんこんばんは、はるばるさんこんばんは、おかえり。18ポコトキ、白いカーディガンだよ、月下ちゃん逆反かよ。全然信仰を深めたわけじゃないのに。いや、そう、そうなんですよ、せっかくね仲良くなったから同じ班が良かったですが、逆班で、班ごとに演出家が違うんですよね。そうそうそう、月下ちゃん逆なの。聞いておきたいことある？代わりに聞いておくだよ、返事は俺かいね。結構だよ。稽古場に入った順にくじ引きで、え、月下ちゃんも制服か、おい、おい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 、あのね、なんか先生役が一人だけいて、あとはみんな生徒なんですよ。まだ葵たんが先生役になるはずがないので、そう、まあ、あの制服だなって感じ。カツ丼屋分からんけど、カツ丼がいいね。やすいにゃん、バラありがとう。はい、バラより君は美しい、ありがとう。そして小判ありがとう、はい、小判道場ありがとう。
3万円ぶりです。あ、ありがとう、3万円ぶり。いやいやありがとう。ちゃんとレクタン の, あのチェキ書いて置いてきたからね、昨日。昨日月下ちゃんと話したんだけど、お店感あるよねって。誰が誰がもう一度ポコあります。ポコ23時バンワース帰宅宇宙船。ほんとさ、松田くん、ほんといい、あのね、来なかった日ほど、イベントに行けなかった日ほど配信に来た方がいいんだよ、わかるね。でっかちゃんも出たい。でっかちゃん、ブッチさん、でっかちゃんなの。けっかちゃんから軽率にフォローされ、うわー、軽率だね。それはちょっとそのでも責任重いかもしれないよ。そう、まあなんか、あおいたん、まあ昨日初めてお話ししましたが、すごいあの仲良くなったつもり。運転で疲れて白様の真似ができませんでした。真似真似って何真似って何。まあそんな感じでレイブ塾で、あのなんだ、あの振り替えとかをしていただいた方は、あの後日メッセージカードが届くんでお待ちいただいて、まあとりあえず10月、おそらく今年最後の舞台じゃないですかね。うん、今年最後の舞台になると思うので、10月の17から25、B チームナンバーを扱いでぜひカフェティでご予約お願いします。ペコリンチョ、うん、でなんか多分、ね、新しくまたこれ、あの6月用に撮った、まあビジュアルというかなんかあれなんですよ。そうで、あの新しくあのまた10月用に撮り直すので、またなんかこうブロマイドとかが新しくなると思われる。うん、やべえ、ついけじ忘れない、やべえ、おまつるくがいいね。むしろ今日こんなことがあったよって話したいから、おいたんはいっぱい、全然いいんですよ、聞いてもらって。そう、お互いの何、探り合い、殴り合い、ちょ待て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 、探り合いは面白かったね。いや、なんかさ、本当になんていうの、こう事前に、葵たんはなんか事前にいろいろ下調べされてるんですよ。だって見たもん、もうナンバー葵、出身地埼玉県、身長163センチとかまで見えたもん。もう下調べめちゃくちゃされてるんで、以前のだって最初に NG ありますかって言われて、聞かれちゃいけないことラジオでね。で、いや特にないですって言ったの。だからなんか、まあ聞かれちゃいけないことを聞かれてもまあ答えますって。でだからなんか、そのあの前入ってた東京23区ガールズのこととか、あ、もう別にあの聞いていただいても全然大丈夫なんですけど、それだったら今の方の活動の方をメインにした方が話が進むかもしれませんって言ったじゃん。殴り合い、違う、探り合い。そう、月下ちゃん、しかも月下ちゃんの方がお姉さんなんですよ。そう、あの年がね。そうだから、ちょっとどこまで行ったら失礼じゃないかなっていう具合でめちゃくちゃ喋りまくってきたけどね、うん。東京日曜日雨予報では雨なの。こんばんは、おいた、こんばんは、あきさんも、おかえりおかえりおかえり。背景が夜のお店っぽ、これ、格好も相まってだね、これはね。NG ないなら3サイズを軽率に聞く。あ、でもね、あれですよ、放送で使うかどうかわかんないけど、体重について話してるとこありますよ。そう、体重について、うん、ちょっと、うん、話したとこあるを。月下ちゃん制服組。ちょっと通販見たのね。カウントありがとう。NG と言わずに綺麗に見えたら。いや、全然、でもまあその話も結構放送というか収録ではさらっと答えただよ。うん、実質 NG と言えば。そう、いや大丈夫ではあるんですけどって、ファンのみんなも知ってるんでって、うん、って言ったよ、うん。まあ、でも結構葵たんの生い立ちじゃないが、なんかそこら辺も結構収録で話したので、まあなんか聞いていただければ。東京23区聞いていただいても構いませんけど答えませんね。アルテガさん。いや全然いいんですよ、いいんですよ、みんな聞いていただいて。0.1トン、うん、0.1トン、リンゴ100個。逆にどんな質問が良かったとかあります？え、どんな質問、でも全然なんか好きなように、
わかんない、なんかいろいろ聞いていただいて、で結構ですね、青板への質問とか、あとまあ他のメールのお便りとかいろいろ届いてたんですけど、まあ、なんだろう、本当に青板聞いてほしいこと特にないな逆にみんなが気になるものって何って思う月下ちゃん誰かにね、わかる、それすごいわかる、白さんもそう、誰かに似てるよね。ホイタンも最初会った時に写真だけであんま分からなかったんだけど、そのあ、はじめましてって、ナンバーワイですって、あ、桃山月下ですみたいな挨拶をした時、誰かに似てんなみたいな、なんか誰かの顔似てんなって思った。リモートトークの準備で、またな、ありがとう、またね、放送と動画を楽しみに待ちます。うん、お楽しみに。そう、結構押し気味でさ、なんか結構いっぱいいっぱい話したから、うん、いつの間にかアバケン取れてるじゃん。そうなんですよ、ありがとうルテガさん、ありがとう。で花火が見たくてしれっと花火はあるんだけど、投げ銭で来る動画はフル尺で来るのかな。いや、そう、なんかね、青板もわかんないんですよね。ちょっと編集してなんか出すんでって言われただけで、ちょっと内容わかんないけど、って感じ。そう、って感じ。あおいたんはうどんが好き。どうしたの、どうしたの、どうしたの、そうした、なんかボット、どうしたのねびっくりびっくり、ありがとう、タネとカウント、ありがとう。今日はですね、この後23時から、ポコチャを配信します。ポコチャレをね、ポコチャレが今日から始まりまして、よければご協力に来ていただけると嬉しいです。タルトさん、ありがとう、来てくれて。青板んことナンバーワイです、よろしく。カウントありがとう。右上のハートもピンクにしてね。月下ちゃんとふっかちゃんとでっかちゃんで漫才師、あ、でもね、ふっかちゃんなんかね、そのわかんないですけど、青板んラジオの世界はそんな詳しくないですけど、なんだろう、やっぱメイン MC が一人だと隣に誰か喋ってる人って必ずいるんですかね。なんか一応火曜どうですかさんっていう方がいらっしゃってね、隣に男の方で、でなんかその方が、そう、自分出身深谷市なんですよって言って、ふっかちゃんっていう話はした。そう、来週もしれっと参加したらどう。あ、そうね、そうねまあでもなんか、そう、昨日もね、そう言ってたんですけど、なんかその終わった後に、なんか偉い人出てきて、なんかちょっと偉い人が出てきて、他に、なんかこう、番組があるので、またちょっと違うのでゲストで出ていただきたいので、よろしくお願いしますって、あ、はいって感じ。青いの古いアバター、はるこ。ポコチャレってハードでも1時間弱で終わるやつ。嘘、すごーい、嘘だろ。ねえ、しかもハードとかやったことないし。ハードはやったことないだよ、普通のだよ、全然だよ。まだ30分やったけど終わってないよまだ。こんばんたん、あ、キャッサーン、こんばんたん、ありがとう、久しぶり。ワイは写真見て普通にカシーユー、あー、確かに写真はそう、うん、似てると思う。確かにね、写真はそうなんだけど、なんか実際会うと、なんだろうな、なんかね、そう、まあ、美人さんなんだけど、なんだろうな。月下ちゃんとさってちゃんでもか、さっちゃんね。次回がありそうならいい感じだったのね。うん、多分そう、なんかだいぶ本当、青板結構3回ぐらい聞いたんですよ。なんか青板、そのゲストのくせに喋りすぎではないだろうかって不安になってこんなにで、結構青板よくあるのが、わかんない、自分もそういうさ、回す MC とかで回すのがあったからかもだけど、結構まあさ、ゲストって聞かれたことをこう答えていくじゃない。で、聞かれたことを答えますからの、相手にも聞き直しますみたいな、聞き返しますみたいな癖がある。私なんか、休みの日は何してますかみたいな。そう、じゃあ私はまあ例えば寝てますとか言うじゃん。ちなみに、じゃああなたは休みの日何するんですかって、ああ私はないないですねみたいな、そういうのをやる癖があって。そうで、そう、いや、結構喋ったなと思って、そう思って、いや大丈夫ですかって、ゲストってこんな喋るんですかねみたいな、
なんか大丈夫ですかって聞いたんだけど、そうなんかいや本当もっと喋んない子もいっぱいいるし、基本みんななんか受け身なんでありがたいですって言って、あじゃあじゃあちょっとあじゃあっていう感じで、もうほぼほぼ台本見てないからおいた。これはレギュラー狙ってるな、レギュラー。いやでもなんかいろいろねつながるといいなって感じですよね。こんばんはおいたん、こんばんのち、おかえり、ありがとう。ゲッカちゃんとのパチパチバチバチトークも、バチバチトークって何なんとなくお酒強そうなイメージ、あわかるわ、あお酒強そう、一人飲みとかもしそうだよね。18時台とかに通知あったから、まさかこんな時間に配信はないだろうと生き逃した。分かってないな。そうちょっと早かったんですよ今日。新しいアバターないの？まだねこのイベントが終わるまでアバター券配布されないんですよ。ビール飲みそうな人なら仲良くなっておか、おっとっとっと、ビール飲むのかな、分かんない、なんかでもお酒なんか強そう、そうなんか28歳なのでまたそれなりに大人だと思うんだ。バンワータッカーさん、バンワー、おかえり、ゲストなんだから聞いてることだけ答え、いやそうなんだけどそうなんだけど、で生い立ちとかもさある程度自分の聞かれるとさ、ゲッカちゃんのも聞きたいんだけどお歌歌ってるんだっけとかさそ うるせえよって質問のオウム会社基本すね、あ本当ですか、じゃあいいか、おっと会話のカウンターパンチだ、一流はどっからでも攻めるの、いや本当まあなんかうん、でまあなんかあんまね緊張せず楽しくできましたということです。笑いながら殴り合ってるそんな会話だと、やだーやだよー、まあ、でもなんかああいう結構サバサバした感じの方なんで、なんかそういう人のがあいたまあ好きなのでよかったって感じ。あいたの放送のたび仕事が来るの何なんかまあね嬉しいですよね、うん嬉しいですね。そうとりあえずなんだっけほらさなんだっけ昨日来たコンカフェ、そうコンカフェはとりあえずよくわかんないから保留昨日そう知ってる方も知らない方もね、コンセプトカフェのお誘いが DM できて、ゲスト出勤しませんかっていう一日だけそうなんかついにって感じ。ド素人がゲストで青いたんやばたやけどしそうだね、あちちちちもうなんか沈黙があんま苦手で青いたん、そうアラサーって言っても怒られなかった、嘘心広い、でそうだね、なんかもともとなんだろう、なんかわかんないけど、まあなんか社会人やってて、社会人やっててからのこうなんかまあ歌歌シンガーソングライターとかやったりして、まあねいろいろはあれなんですよ、その大人の余裕ですよ。コンセプトは何なん、コンセプトはなんだっけ、黒ゴシック、あれです、台東区上野にあるエンジェルっていうコンセプトカフェです、調べてください。2020年8月1日オープン、黒を基調としたエレガントな店内にてゴシック女子が素敵な時間をおもてなししますってやつ、コンカフェですと、そう難しい、メイドリーミングが精一杯で、聞いてくださいよ、はい、レイブ塾通販今日やっと送ったメール来ました、遅いよ、何があったの、何の行き違い、もううちとっくに届いていたんだが、どうして、なんかあれなの、幻の D についての返信とかそれ、あれ何もうなんか良かったね、でも明後日ぐらいには届くね。初コンカフェはアイタンでクリアするかも、いやアイタンもコンカフェで行ったことないんですよ。メイドカフェとコンカフェってまあ似たようなもんだとみんなね思っていると思うし、アイタンも思っていると思うんだが、よくわかんないよね。ロリータアイタン、わーい、レイブ塾一枠行けなくなる可能性考えてもう一枠買おうか迷ってる、いつだ、そうだよ、全部で8公演もあるからね、おいたん8公演もやんの初めてだよ。D ブロマイドの返金の返信を無視していたらそれを待っていたようです、ダメよすぐ返さなきゃそれまあね、まあそうだよね、そう、まあ、これからマメにお願いします。キャパ
あ、キャバがヒットするけど、これ多分そう、なんかね、あんまよくわかんない、おいたもツイッターで探して、そう、なんかわかんない、ツイッターの ID はアットマークコンセ、あ、アットマークコンカフェエンジェルだね、コンカフェエンジェル、うん、まああんまわかんない、結構いろんな方が、そうそうそう、なんか多分もともとそういう、何、なんかわかんないけど、多分それをあれリニューアルしたかなんかだと思うよ、葵たんは。上のエンジェルで検索するとオファー向きでセクキャバって出てくるけどえ、そうだ、なんか、うん、あんま葵たんわかんないが、なんかじゃあ、おかちさんが今回そこ行ってたんですよ、先日ゲスト出勤で。そうで、なんか他にもゲスト出勤出てる方がいて、まあ多分それをリニューアルしたようなとこなんじゃない。コンカフェやばい香りしかしない、ちょっと葵たんもよくわからない。 D はあいつらが悪いんじゃん。でもそれな、いやそれな、その D 作ってくるわ次でラスト2枠役だからいろいろと、あれちょっとじゃあ考えて、今夜緊急のライブとか入れてくるやつらもいるから、 Y も別出た、Y も別日予約追加するかな。なんかあなたもなんかとりあえず自分の予約が何件入ってるか正直分かってないんですけども、まあ来れる方は、前回の池袋シアターグリーン、ビッグツリーシアターが最大だったんですよ、自分で立った舞台の中で。それがあの築地本願寺でさらに大きい舞台になるから頑張ろうって感じ。明日どうするの？どうとは？怖いのよ、もうトラウマ、そんな恐れないで、恐れないで。はい、まあそんな感じで、ちょっと後でまた、じゃああのレイブ塾はツイートしたいと思います。ご視聴者もありがとう。この後起きてる方は23時からポコチャでお会いしましょう。ありがとう、アットマーク。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。5位、はるみん、ありがとう。4位、もーちゃん、ありがとう。3位、かみなりもん、ありがとう。2位、ゆっぴーさん、ありがとう。ほいほい、ありがとうございます。右上のハートが白い方、毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いします。ブルーライトさん、ありがとう。ボックス、あ、まだ早いよ、ポコチャレだからね、ポコチャレ。はい、ということで、他その他葵ちゃんのツイッターやインスタグラムをぜひご覧ください。誰が予約したかわからないんですか。そうです、正直なんかそう、誰が予約して何人来るか全然分かってないから、みんな来てもらっていい？はい、はい、まあ正直ちょ、稽古とかしないとどういう話かも分かんなくてさ、あんまちょっと説明しづらいんですが、そう、とりあえずそんな感じで、ありがとう、タネありがとう。はい、ということで、明日から4連休らしいです。素敵な土曜日にしましょう。以上、葵たんことナンバー葵でした。また後でね、おやすみ。